中年オタッキーです。ちょっとね、今、淡路島にいるんですけど、むちゃくちゃ暑いんで、ちょっとエンジンをかけたままで撮影しようと思います。死んじゃうんですよ。すごく暑いです。今関東はなんか雨降ってるみたいですけど、四国地方とか淡路島はね、すごいいい天気でね。今日はね、オリンパスペンシリーズをね、一気にね、6台ヤフオクで落札して、実は開封動画にしようと思ったんですけど、ここのところネタがたくさんあるんでね、開封動画をね、撮影してね、クラウドに保存したんですけどね、クラウドに保存していた動画が消えてしまいました。まあそんなわけでね、オリンパスペン6台落札、まとめて落札した、動画のいきさつを作りたいと思います。なんだ、わかんねえ。とりあえず動画スタートしていきます。私 iPhone で撮影して、iPhone で全部編集してるんですけども、 iPhone はね、そのデータ容量をね、 SD カードで増やせないんで、どうしてもクラウド使うことになるんですよね。で、昨日の夜まではね、その、撮影した動画が残ってるの確認してたんですけど、で、今日今見たらもう完全に消滅してるんですね。で、こっちのサブ系でね、見ても残ってないんで、でサブ系でね、クラウドに残ってる動画を見たらね、なんか随分前に撮影して削除した、もうクラウドからも削除した動画がいっぱい残ってたり、画像とかがもういっぱい残ってたりしてね、これはね、クラウドはどうも信用ならんですね。以前から言ってますけど、僕は写真はね、フィルムで撮らないと残らない。で結構ね、クラウドに残せば残るじゃんとか、って言ってる人がいるんですよね。まあ、スマホとかで残しててもスマホ水没させたり、パソコンで残してても、パソコンが壊れたりしてデータ消えるけど、クラウドで残してたら大丈夫っていう人多いんですけど、現実に私クラウドから動画が消滅しました。そんなわけでね、やっぱりね、写真を未来に残すためにはね、フィルムで撮るしかないと考えます。まあそんなわけで、なんで消えたのかはわからないです。何もしてないのに消えました。でね、まあとりあえずその本題に入っていきます。本題はね、これね、先週のね、初めぐらいにね、ジャンクまとめて、オリンパスペン SEE2ペン EE 含むフィルムカメラまとめセット、ということでね、これ3682円、これ税金がかかるんです。スターだから税金かかってね、4050円でね、落札しました。これ誰もね、入ってこなかったです。で、送料がね、1120円かかりまして、5170円、でこのセット買いました。で、結構ね、こんなちっちゃい箱にね、入って送られてきたんですよ。で、もうビシビシに詰め込んでね、そのカメラの間はね、何も干渉剤がないような感じで適当な感じで送られてきて、で箱を開けてみたんですけど、とりあえずね、とりあえず撮れるなっていうのは1台だけでした。ペン EES、赤ベロもね、ちゃんと出ますし、シャッター速度も変速、しますし、感度を変えるとシャッター絞りが変わりますし、1台は、使える状態ですね。まあ、レンズがちょっと状態悪いし、外見が悪いんです。外見が悪いジャンクって感じですね。サビが出てたり、ね、で他5台は、もう完全に故障品で使えなかったんですね。でツイッター、僕のツイッターをね、チェックしている方は知ってると思うんですけどね、とりあえずね、1台ね、ペン EE2 の修理から取り掛かりました。今もうこれね、修理終わって、もう実はもうフィルム入ってるんですよ。で、いろいろね、そのツイッターにその修理中の画像とか上げましたけど、結局ね、全部でね、7時間ぐらいかかったかな。7時間ぐらいかかって、このペン EE2 はどういう状態だったかっていうと、まず、シャッター速度が単速だった。250分の1でしか切れない。絞りは一応ね、違うか、なんていうんですか、絞りモードか、フラッシュモードにしたらね、低速になって、で、ISO モードにしたら高速になるっていうね、変な状態だったんですね。
で赤ベロ出ない、どんな状態でもね、あの写真が撮れてしまうっていうね。だから露出が全然変わらない状態で、写真が撮れるんでね、あのこれは困ったなっていうことで、とりあえず分解したんですよ。で通常ね、そういう時ってね、あのこの軍艦部を開けてね、あのファインダーのとこを見たらね、ファインダーのネジが緩んだりグラグラになったりして、それだけで治ることが結構多いんですけど、どこまで分解していっても治んなくって、結局ね、あの全バラになって、あのペン EE シリーズを分解したことがある人ならわかるんですけど、シャッターユニットの裏側にね、なんか天秤みたいにこう動くねパーツがあって、それがね赤ベロをねこう押し上げる構造なんですけど、その押し上げるバーがなぜかその上に乗っかってました。なんで乗っかったんだろうね、わかんないんですけど一応分解痕はあって、あの分解した人が組み間違えて諦めたのかなとは考えてはいるんですけどね。これどんどん動いていっちゃうな。まあ、あの治りましたね。治ってね、あの試写してます。でこの E2 は、どうしようかな。コレクションとしては美味しいんですけど、なぜかっていうと僕 EE1EE と、EE3 は持ってたんですね。だからこれで EE2EE3、完璧に揃ったということで揃い踏みになったんですけど、コレクションしてもまあ売ったら結構な値段になって、今回のオークション多分取り戻せると思うんで売るかもしれません。で他のカメラはね、一応今1台だけ積んでます。これはねオリンパスペン EES ですね。これね一応ねシャッター切れるんですよ。シャッター切れるんですけどね、あのね何をしても絞りが変わりません。何をしても絞りが変わらないんですね。普通ね、フラッシュモードにして、これ今 F2.8 にしても絞りが一緒ということは、これ多分ね、絞りが固着してるんだと思いますね。これは簡単に直せるかも。で、開封動画で言ってた他の4台、オリンパスペン S は1台はね、高速シャッターだけ OK で、スローシャッターが粘ってて使い物にならない。で、もう1台ね、ペン S は、レンズが外れてるんですよ。で、それはね、この後ちょっと昨日の晩にね、撮影した動画で説明します。他にもね、2台、EES があったのかな。で1台その他の2台が、1台は感動品で状態が悪くて、1台は何だったかな、もう忘れちゃった。ちょっといっぺんに持ってきてもね、カメラだらけになるんで修理ね、とりあえずこれだけね、こいつ簡単に直りそうだからトラックの中で修理しようと思ってこれ持ってきたんですけどね。もうこんだけペンばっかりたくさん集めてどうするんだって話になるんですけど、ちょっとわからないですけど、1台ぐらいはね、もし、まあ、1台はもう直んないんですよ。で、まあ、5台動くようになったら、1台はね、カメラプレゼントに回すかもしれません。ちょっとそこは気まぐれでいきます。要望がめちゃめちゃ強かったらね、カメラプレゼントに回します。そんなわけで、ここから先はね、ちょっと作品紹介のコーナーになるんですけども、昨日の夜ね撮影した、動画ね、本来その開封動画が、存在するであろうっていう内容で撮ってます。これホットショックですね。クラウドのね画像が消滅するってね、今まで経験なかったんですけど、クラウドの動画ですね。でサブ系見たらね、その消したはずの動画がいっぱい残ってるんですよ。だからそのメインでね消したはずのメイン、今これメインで撮ってるんですけど、でサブ系で見たらね消したはずの動画が残ってて、でちゃんと再生できるんですよね。でこれなんだ、どういうことだと思って、だから消した動画が残ってるんだから消さない動画が消えるっていうのもね逆説でありかなと思って、皆さんクラウドではね、もうクラウドは信用できないです。だから写真をね将来に残すためには、さっきも言いましたけど、フィルムで撮りましょう。
やっぱね、僕普段から言ってるんですけど、ね、最近はね、動画ではあんまり言わないですけど、年に1本はね、フィルムで写真撮った方がいいです。で、将来残って長いっては済まされない時来ますからね、多分ね。結婚式の時とかね、昔の写真とか出すじゃないですか。1枚も残ってなかったら、例えば、新婦さんのね、家族が、1枚も残ってないですでしょ。で、新郎さんの方が大量に残ってたら、どうすんのって話になりますよね。ほんとね、お前とこ写真ねえんかいみたいな話になりますから、とんでもねえなっていう話になりますんで、フィルムでね、写真をね、撮って、残っちゃう方がいいと思いますね。はい、それではね、この続きの動画になってまいります。そんなわけで、ちょっと自宅にね、場所を移しました。ちょっとね、動画のネタがあまりにもありすぎてね、自宅でも撮影しないと間に合わないって、本来ね、ちょっと撮影しにくいんですけど、誰か入ってくるかもしれないんで、で、今回のね、オークションの、カメラたちなんですけども、結局ね、もうツイッターをチェックする人、してる人はね、僕のツイッターをチェックしてくれてる人は、まあまあ、てる内容もあります。まずはこれか、もう老眼鏡がないと全然見えないな、ダメだ。こいつね、ペン EE2 ですけども、これはもう直りましたね、うん、赤ベロも出てます。はい、これはもう完全分解しました。完全分解ってチャッターユニットは分解してないんですけど、チャッターは切れてたんですけど、変速しなかったんですね。で、赤ベロも出なかったんですよ。で、どういう内容に修理したかって言ったら、もう完全に本体からシャッターユニットを分離して、赤ベロのね、こう、出るユニットがあるんですけど、それを制御する部品がね、その赤ベロの上に乗っかってました。だから上がんなかったんですよ。それを下に回してこう上げれるようにしたんですけど、それと、このセレンコの中身がね、動かなくなってましたんで、要は、フィルム感度を変えても、露出が変わらないという現象がありましたんで、まあ、それも分解して修理してます。こいつはもうね、干潮になりました。で、どっちだったかな。いっぱいありすぎて分かんない。うん、こいつか。こいつはもう治りましたね。うん。うん。治ってます。こいつはね、シャッターがね、粘ってたんですよ。で、どうやって直したかって言ったら、パーツクリーナーをつけた綿棒で、このシャッター膜をね、ちょっとずつちょっとずつ掃除してやっただけで治りました。だから分解せずに治ってます。結構いい感じですね。こんな楽に治るとは思いませんでした。で、これはね、この底部のモルトをね、モルトがもう腐ってたんで、モルトを張り替えてます。ゴムですけどね、このさっきの EE2 もね、ここのモルトがもう腐ってたんで、ゴム製の、代用モルトにしてますね。はい。で、他なんですけど、このレンズが外れてる、オリンパス PS は、これ直りません。なんかもう、なんかヘリコイドを斜めに突っ込んだかなんかでもネジ山が崩れちゃって、ネジ山をね、直そうと思ったら、タッピングを買わないといけないんで、シャッターは調子がいいんですけどね、これ部品取りになるからレンズも綺麗なんですけどね、もったいないです。で、残る3台なんですけど、こいつはね、これペン S ですけどね、ペン EES か、絞りが動いてません。多分固着してます。多分簡単になると思うんだろうけど、思うんだけど、これピント合わせするやつなんでね、バランスとピント調整しなきゃいけなくなるんでね、ちょっとね、時間がないんで見送ってます。で、このペン S、もう一台のペン S、これはね、シャッターはね、60分の1まではまともに切れます。60分の1まではまともに切れるんだけど、それ以下がもう粘って動かないですね。多分スローガバナが粘ってると思うんで、まあ、これも分解ですね。シャッターユニットを洗浄しなきゃいけないですね。で、こいつですね。このペン EES なんですけど、
あのこいつはもう正常動作品だったんでそのまま使います。今回つまり6台、オークションまとめて、6台で5000円、送料込みで6000円ぐらいになったんですけど、この3台がもうすでに、すでに3台稼働しております。はい、今回のオークションかなりお得だったんじゃないかなと思いますね。これ冒険して正解でした。ただあの稼働してる、このペン EES は結構状態が悪いんでね、あの汚れが目立つんでバラして掃除するかもしれないですけどね。まあ別にそのまま試写してもいいんですけどね。うん、まあこんな感じですね。はい、じゃあそれではね、視聴者様の、作品紹介に行きましょうか。ちょっとね、動画の感覚がもう次のやつも来てるんです実はね。違う、これじゃない、もう次のやつもね、次のネタも来てるし、ちょっと大変なことになってるんですけどもね。これか、一都市球さんの作品から、タイトルがね、ワーシップですか、2番目がオーマイガッドですね。富士カルディナ 2000OP、ケントメア100で撮られております。でどちらも現像の調子が素晴らしいです。でね、あの特に好きなの1枚目のね写真ですけどね、これ日付02年、これ令和2年なんでしょうけど、これ結構好きな写真になります。奥行きがあってね、あのハイライトシャドウを作ってるんですね。真ん中を暗くして奥を明るくして手前もね明るくなってる、光の境界線がね出たいい写真だと思います。2枚目はね平凡といえば平凡ですけどね、このカメラのね映りをね、よく見るためにはすごくいい写真ですね。ものすごくシャープですねこの写真ね。カルディアか 2000OP、これまあ言うたらあのコンパクトプラカメですよね、多分、ちょっと調べてみないんでわかんないんですけども、まあ、いい写りしてますね。はい、一都市球さんありがとうございます。で次がね、ジーンフリークスさん、の作品で、タイトルがね緑の輝き、カメラローライフレックス SL35E、ローライ HFT プラナー 50mmF1.8、富士のスペリアプレミアム400で撮られてますね。でスキャナーがねプラステック、オーグですか、オプティックフィルム 8200IA、 ソフトはねシルバーファーストで、スキャンしてるらしいですね。オートで同じアングルで撮りましたが、露光量が多くシャドウ部も、濃い緑色に映るぐらい明るい画像でしたということで、これね、カラーネガで撮られてるんですけどね、そのハイライトシャドウのねあの強い印象的な写真になってますね。アジサイってね、そのまあ雨が似合う花ですけど、これはねあのうまい撮り方ですね。その暗いところに光が差して、シチュエーション的にね印象的な写真撮りやすい、状況であるところにねあのアジサイがある、これ素晴らしい写真だと思いますね。はい、でこれタイトル画面ちゃうかな、これなかなかいい感じですね。モノクロの渋い写真も、欲しいんですけども、これちょっとタイトル画面がねあの長くなってきてるんで、ジンフリークスさんの、この、なんだっけ緑の輝き絵をタイトル画面にしてまいります。はい、でねネタが少ないんでね、ちょっとね今日の動画はこんな感じになります。でも次のネタもねもう来てるんですよ家に。よいしょ、これね、もう送られてきてるんですね。もう開封しなきゃいけないんで、まあ僕のツイッターをチェックしてる人はもうこの中身が何なのかを分かってると思います。はいそんなわけで今日の動画はここまで。ぜひぜひね、高評価とね、コメントよろしくお願いしますね。高評価、コメントでね、私の動画はどうやら支えられているようです。で、まだチャンネル登録してない方はね、ここにチャンネル登録ボタン出てきますんで、ぜひぜひチャンネル登録お願いします。というわけでね、次の動画も開封動画になってくるのかな。今ね、一応ね、後ろでね、ニコマートイエルで撮った写真をね、スキャンしてるんですけど、オリンパスペン D とかでも写真撮ってるし、
キャノンセブンではもう撮ってるんですけど、ネタが大量にありすぎて困るっていう状況になっております。毎日上げるぐらいでもできるんですけど、まあ、撮影する時間が間に合わないね。とりあえず次はこれの開封動画になります。今日はね、最後まで見ていただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。ごきげんよう、さよなら。